法歴治水事件、法歴治水事件、法歴治,治水事件、法略治水事件は、江戸時代中期に起きた事件。爆命によって施行された、基礎三線、基礎川、長良川、伊比川の治水事業、法歴治水の過程、工事中に、薩摩藩士51名自害、33名が病死し、工事完了後に、薩摩藩葬式の過労、平田幸恵も自害した。 法暦治水とは、江戸時代の法暦年間、1754年、法暦4年2月から1755年、法暦5年5月、幕名により、薩摩藩が行った治水工事、農美平野の治水対策で、木曽川、長良川、伊比川の分流工事、三河分流治水ともいう。川、長良川、伊比川の三線は、美平野を貫流し、 下流の川底が高いことに加え、三河が複雑に合流、分流を繰り返す地形であることや、少量の分立する三ノ国では、各領主の利害が対立し統一な治水対策を取ることが難しかったことから、洪水が多発していた。また、三ノ国側では、尾ア藩の丘濃い包みより三尺、91センチメートル以上低い包みしか作ってはいけなかったとする伝承も、ある。 1735年、教皇20年、美濃軍代であった、伊沢亀長、伊沢美宗兵衛が、三河の調査の上で、分流工事を立案したが、この時はあまりに大規模な案であり、財政難の幕府の許可が下りなかったとされる。この時立案された計画が後に、法歴治水に利用されたと言われているが、確たる証拠はない。ただし、それ以前も以降も和獣地域の住人は、 三河分流を幕府へたびたび願い出ていた。幕府は1747年、延教を4年に、日本松藩主、庭紅葉に対し、伊沢の案を規模縮小した形でお手伝い武進として治水寺を命じたが、これが完成しても、なお抜本的解決にはなり得なかった。時代が下るにつれて、木曽三河流域は、土砂の堆積や、神殿開発による遊水地の減少により、 洪水による被害が、さらに激化していった。1753年、法暦3年12月28日、旧大将軍、徳川家重は、薩摩藩主、島津十年に鉄大い武神という形で正式に、川武神工事を命じた。この不審は、幕府の指揮監督の下、薩摩藩が資金を準備し、人足の動員や、資材の手配をする形態であった。 また地元の村方を救済するため、町人請負いを基本的に禁止して、村受けにより、地元に金が落ちる方針を取った。工事は2期に分けられ、第一期は水害によって破壊された堤防などの復旧が行われ、第二期は治水を目的とした工事が行われた。第二期の工事は、和重地域の南部を4つの工区に分けて行われた。和幸では旗元にし、旗本西、 高木家が奉行を務め、桑原和獣、岐阜県橋間市から、新名神和獣、愛県稲沢市祖父江町までで、木曽川と長良川をつなぐ逆さ川、岐阜県に木曽川から長良川への流入を阻む、荒井堰を設け、木曽川に猿尾包みを築く工事を含んだ。二の手は、美濃軍大が奉行を務め、森津和獣、愛知県八富市から、田代和獣、三重県桑名郡木曽崎町を航空とし、 三方川の改作と春節が行われた。三の手は、旗本東、高木家が武行となり、その股和重、岐阜県大垣市から、本阿弥和重、岐阜県海津市を担当として、長良川と伊比川をつなぐ遅れ川に荒い関を設けて長良川から伊比川への流入を抑える功を含む。四の手は、旗本北、高木家が武行で、金巡る和重、岐阜県海津市から、長島和重、 三重県桑名市に至る地域を含み、木曽川と伊比川の合流地点に職位定、職位席を設けて木曽川から伊比川へ流入を抑えることを狙った。伊比川西岸への水の流入を防ごうとすると、長良川の浄水位が上がり、その沿岸地域が水害の危険にさらされ、また長良川への木曽川からの流入を減らそうとすると、木曽川沿岸で一流の可能性が、 コ馬という農備平野の制定東高の構造により、和獣同士及び、尾ワ藩の利害が対立し、河川工学や土木工学が未発達だったこともあって、いずれの工事も河川を完全に締め切り、あるいは切り離したりすることはできなかった。1754年、宝暦4年に1月16日、薩摩藩は、加労の平田幸恵に総武行、大目付、 移住院重造を副部業に任命し、藩士を現地に派遣して工事に当たらせた。たびたび水害に見舞われ、緊急する和住地域の住民を労働に当てて救済する目的もあり、通常の抗議部神に比べて割高な賃金を工事に、関して経験や技術の乏しい地元住民に支払うことを余儀なくされた。また、工事が進んでいたところを水害に見舞われ工事済みの 部分が破壊されることもあった。さらに見試し工法によって工事が進められたため、工事の設計が途中で変更されることがしばしばあ、ことにより当初予想されたよりも、大量の費用が必要となった。法歴治水は設計、計画は幕府によって行われるお手伝い武進であり、幕府側の総責任者は官状奉行、一式規制広監督者として、水業部業、 高木新兵衛が命じられている。高木は自家の家臣のみでは手に余ると判断し、旧巨地水にたけた内藤重左衛門のを雇っている。当時すでに六十六万両もの借入金があり、財政が逼迫していた薩摩藩では工事物心の知らせを受けて、幕府の明らさまな嫌がらせに一戦交えるべきとの強行論が続出した。財政担当画廊であった。 平田幸恵は、強行論を抑え、薩摩藩は不信受け所を1754年、法暦4年に1月21日に幕府へ送った。同年1月29日に総武行、平田幸恵、1月30日に副武行、伊住院重蔵がそれぞれ藩主を率いて、薩摩を出発した。工事に従事した薩摩藩主は追加派遣された人数も、含め総勢947名であった。 同年2月16日に大阪に到着した平田は、その後も大阪に残り工事に対する金策を行い、砂糖を担保に7万両を借り入れし、同年うるう2月9日に美濃に入った。工事は同年2月27日に加えレシを行い着工した。1754年、法暦4年4月14日、薩摩藩市の長吉総兵衛。 音法廷淵の両名が自害した。両名が管理していた現場で三度にわたり包みが破壊され、その指揮をとっていたのが幕府の役人であることがわか、その抗議の自害であった。以後合わせて51名が自害を図ったが平田は幕府への抗議と疑われることを恐れたのと、滑腹がお家断絶の可能性もあったことから自害である旨は届けなかった。また、この工事中には、 幕府側からも現場の責任者が、地元の商屋との揉め事や、幕府側上部の思惑に翻弄されるなどして、内藤重左衛門のら2名が人害している。さらに、人柱として1名が殺害された。幕府側は工事への嫌がらせだけでなく、食事も重労働にもかかわらず、人知る一切と規制し、さらに身の、草履までも安価で、裏ぬよう地元農民に指示した。ただし、 経費節減の観点から、不審役人への応接を行う村方に一十一歳のお触れを出すことは、当時は普通のことであった。1754年、法歴四年八月、薩摩工事法に赤りが流行した。粗末な食事と過酷な労働で体力が弱っていた者が多く、157名が病に倒れ33名が病死した。1755年、 公暦五年五月二十二日に工事が完了し、幕府の味方を終え、同年五月二十四日に総武行、平田幸恵はその旨を書面にして、国元に報告した。その翌日五月二十五日早朝、美濃大牧の本小屋で平田は活腹自殺した。自生の句は、住み慣れしさとも今さら名残にて、立ちぞわう美濃の大木であった。薩摩藩が、 最終的に用した費用は約40万両、現在の金額にして300億円以上と、推定で大阪の商人からは22万298両を借り入れしていた。返済は両内の税から当てられることとなり、特に奄美群島の砂糖キビは収入源として重視され、住民への砂糖キビ栽培の供養と収奪を行った。現地では薩摩藩への遠隔から、 国島地獄と呼ばれた。この工事は一定の成果を上げ、治水効果は基礎山線の下流地域300河村に及んだ。ただしながら川上流域においては逆に洪水が増加するという問題を残した。これは完成した堤が長良川川床への土砂の堆積を促したためと指摘されている。薩摩藩では治水事業が終了した後も、 管理のために現地に大官を派遣したが、後に彼らは終わり班に組み込まれている。その後、近代土木技術を用いた本格的な治水工事は、明治初期に親とい外国人、ヨハニスで、霊家の指導による基礎参戦分流工事によって、初めてやれた。1900年、明治33年の分流工事完成時に、法歴治水費が千本松原南端に建てられている。 1938年、昭和13年には、平田幸枝85名の薩摩藩士殉職者を、祭人として検証するために、地水神社、所在地、岐阜県海津市海津町湯島、旧海津郡海津町が建立された。岐阜県と旧薩摩藩の大部分を継承する鹿児島県は、これが縁で1971年、昭和46年7月27日に、 姉妹県名約を締結しており、両県は県教育委員会同士の交流研修として、お互いの県に小中高校教員を転任させている。2007年、平成19年により、岐阜県では他県への教職員派遣を止めることにしたが、鹿児島県のみ継続している。鹿児島県で発生した平成5年8月豪雨の際は、 岐阜県より復旧支援の土木専門職員が派遣され支援に当たった。岐阜県海津市と鹿児島県霧島市はこれが縁で有効提携を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。